本当は俺も守られたかった。しかし俺は一人で生き延びるしかなかった。ブイ、少し休め。出ろ。お前には教えてやる。ユリセンなどという悪魔はいない。奴は力を求めたがゆえに人の心を捨て去った。ダンテの兄なのさ。ダンテ兄？そうだ。本当の名はバージル。おい、そいつが例の木の実か。うまそうには見えねえな。そう、ここが始まりだ。俺は母さんに救われたが、お前は違った。だが母さんはお前も救おうとした。お前を探してたんだ。死ぬまでな。もはやそんな話に興味などない。この場所にもな。所詮全てこの果実が生み出した幻に過ぎぬ。俺が欲するのは力、それだけだ。これで俺はクソ望んでいた全てを手に入れる。違うな。お前は今失ってんだ。最後にほんの一かけら残っていた。人間らしさをな。くだらん。そんなものは力なき者のざれ言でしかない。どちらが正しいか俺が思い知らせてやろう。ダンテ、バージュ、今日で全て終わりだ。
したバージュ。多少にして場合か。確かに。いや、ガード。邪魔だ。なぜだ。なぜそれほどの力を。何も失っていない様が。失ったからって強くなるわけじゃねえ。失いたくないから強くなるんだ。自分から全部捨てたお前に力なんかあるわけねえんだよ。ダンテ。他ない。イカれてやがる。兄にとっては弟が、弟にとっては兄の存在が戦う理由なんだ。遅かったな。もう終わるとこだ。あれが兄貴か。一応な。じゃああんたの家族が全ての元凶か。その通り。やはり勝てなかったか。貴様。ブイ、下がれ。そろそろとどめを刺すぞ。いや、待て。俺がやる。最後くらいは俺が、自分自身の手で。俺に抗えないようでは、お前に勝ち目はない。俺は負けん、ダンテに。奴にだけは力が欲しい。もっと力を。わかるさ。俺はお前だからな。俺たちは互いを失った。だがその思いだけはつながっていたんだ。汝が枝は我が枝と交わり、我らが根は一つとなれり。